はい、皆さんこんにちは、ヒロンガです。というわけで今回のスーパーマリオ RPG の動画なんですけれど、スーパーマリオ RPG といえばアイテムの最大所持数が29個とかなり少なくなっております。ですのでゲームの攻略には持っていくアイテムはかなり限られています。そんな限られた数しか持てないのに通常プレイではほとんど使わねえだろうと相手にされてないアイテムがあります。工夫ですので今回は入手時期も考えて絶対これ使わなくねっていうアイテムを紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本編行ってみましょう。はい、それでは3つ目の企画、使えそうで使えないレアアイテムの方を紹介していきましょう。その名も師匠より優秀なカエルの仙人の弟子からもらえるあの頃に戻りたいになります。弟子のアイテムは有能なものばかりなので使い道がありそうで全くないこちらのアイテム、初めて使った人はうんってなるアイテムになっております。それではどうしてこのアイテムが使えそうで使いにくいのかを実践で紹介していきたいと思います。おさらいになりますが、あの頃に戻りたいは戦闘のスタート時に時間を戻すという能力があります。消費アイテムになりますので、一度使ったらこのあの頃に戻りたいというアイテムはなくなってしまうという仕様になっているのですが、戦闘のスタート時に戻るということなのでアイテムを使う前に戻ります、イコールあの頃に戻りたいは何度でも使えるアイテムとなっております。このようにふわふわとした状態で戻ります。あの頃に戻りたいはこのように復活しているので何度使ってもなくなりません。ふわ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 。というわけでですね、改めてキノコの方を自由に使っていきましょう。はい、これで当たらなかったので今キノコを消費した状態になっております。もちろん戦闘の一番初めに戻るということはこのキノコを使っていた状態にはなりません。それでは早速あの頃に戻りたいを使います。さあ一体何が起こるのでしょうか。なんとキノコがない。はい、というわけでこちらの動画を見た後にコメントいただきました。フラワーポイント消費してからあの頃に戻りたいを使ったらフラワーポイントは戻ってるのかが気になったということで見てみましょう。はい、それでは早速フラワーポイントを使った後にあの頃に戻りたいを使ってどうなるか見ていきましょう。というわけで今フラワーポイントが98、ジャンプを使って3消費したいと思います。これで今フラワーポイントが95の状態になりました。こんな感じですね。はい、だけど95ということが確認できたので早速あの頃に戻りたい使っていきましょう。OK、 98、さすがにフラワーポイントは戻ってたようですね。ご質問ありがとうございました。紹介したいアイテムはリフレッシュオールになります。リフレッシュジュースが4コインにもかかわらず、なぜかリフレッシュオールは50コインというものすごいバカみたいに高い値段がしております。これはなんでこんなに高いんでしょうか。もしかすると隠れた特別な効果があるのかもしれません。ちなみに効果はバトル中全員をリフレッシュします。復活ドリンクが5コイン、リフレッシュジュースが4コイン、リフレッシュオールは50コインということは、もしかして早速見ていきましょう。それでは早速50コインもするリフレッシュオールを実際に使ってみましょう。その前にまずピーチ姫のみんなに元気になれを使ってみます。ちょうどよくピーチ姫が毒になりました。早速本領発揮、みんな元気になれを使っていきたいと思います。みんな全員回復するし状態異常が治るし、すげえキスだな。それではものすごい高額であるリフレッシュオールを使っていきたいと思います。いやいやいや、50コインもするんだからさぞかしリフレッシュするんだろうな。というわけでケロケロ湖にあるドリンク屋さんは会員カード制となっております。キノコフスキー先生からいただける会員カードはストーリーの進行状況で決まってきます。はい、こちら以上ストーリーの進行状況としてケロケロ湖に到着したらアルトカード、ドゥカティクリア湖にテナカード、モンスタウン到着後にソプラノカードを手に入れるイベントが進められます。ソプラノカードさえあれば全てのドリンクを買うことができます。会員カードが良くなると、なんとお値段の方もプライスダウンということでお安くお求めできます。ケロケロ湖に着いた時点で全体回復アイテムが使えるのはかなりありがたいですよね。しかしメリーマリ村をクリアするとピーチ姫が参入いたします。
ピーチ姫がみんな元気になれということで回復もできれば状態異常も回復します。皆様、通常プレイでお昼チームドリンクを使った人なんているんでしょうか？モンスタウン到着で HP プラスフラワーポイント全回復のケロケロドリンクを購入するのに、モンスタウンの頃に150の回復なんて必要ございません。というわけで、足早ドリンク、お昼縮みドリンクはイベントをクリアしてやっと購入できるっていうにもかかわらず、使い道がほとんどないので今回ノミネートさせていただきました。おそらく足早ドリンク早く欲しいからイベント進めようぜと思った方はほとんどいないと思います。イベントはケロケロドリンクを手に入れるまでの前座でしょうね。せっかくですので会員制のカエルのドリンクを飲んでいきましょう。やっぱりほとんど使い道はないですね。ストーリー進行上に回復量が見合ってないんじゃないかって気がいたします。最終的にはアイテム枠を1個使うのでケロケロドリンクが一番いいよねって話ですよね。というわけで会員制のカエル屋さんのドリンクになっております。成長過程のドリンクもたまには使ってみるのはいかがでしょうか。というわけで次の動画いってみましょう。さて続きましては場所クラウンカジノで手に入るアイテムとなっております。ここクラウンカジノでは社長とあっち向いてホイをして遊ぶことができます。勝てばなんと無料でアイテムがもらえます。超低確率で中にはレッドヨシエキスもしくはケロケロドリンクなどいいアイテムもたまーにくれるんですけれど、無料などで基本は腐っていたりしなびていたりっていうとんでもないキノコをよこしてきます。こんなとんでもないキノコを配ってくるクラウン弟ですが、なんと回復量はちゃんとあります。しなびたキノコは10回復、腐ったキノコは4回復、そしてカビ生えキノコは2回復することができます。はい、それでは、ヨースター島ではクッキーだけで丸々太らせたヨッシーから与えたクッキーの数に応じて卵からアイテムをくれます。一度に10枚以上あげると強くなる、硬くなる、レッドヨッシーエキスなどなどが手に入るんですが、もう一つ、ヨッシーエキスが手に入ります。ヨッシーエキスはアタックとデフのバフを味方一人にかけることができます。結構使えるんじゃないかなって思う方もいるかもしれません。しかしこのみんな硬くなる、みんな強くなるは安い、たったカエルコイン5コインで購入することができます。どう比べてもヨシエキスに勝ち目などありません。味方3人全員にかけられるので2つのアイテムで味方全員3人のバフ全てがかけられます。それに比べてヨシエキスは3つアイテム枠を消費します。実際に使ってみましょう。このヨッシーエキス全体アイテムだったらめちゃくちゃ最強なアイテムだと思ったんですけど、残念で仕方がありません。そしてこのキャラクタージーノさんのジーノウェーブを割るとヨッシーエキスを使う必要がありません。ヨッシーエキスは手に入れるのが大変なのでかなり残念なアイテムとなっております。しかし結構なレアアイテムとなっておりますので一つは手に入れてみるのもいかがでしょうか。はい、続きましてモンスターウンでクリディエンジのお母さんのお手伝いをするチビたち、めちゃくちゃ可愛いですよね。ママのお手伝いでキノコを売っています。しかしこの HP 回復しますだけどという言葉が書いてあります。だけどが気になるので早速使っていきましょう。なんとキノコを食べたらキノコになりました。そこまでキノコ求めてません。使用者本人にも使うことができず味方をキノコにする能力を持っております。もちろんセーフティーリングと状態異常にならない装備をしているとなりませんので安心してご使用ください。
はい、それでは最後に、使わないわけではないんですけれど、いやむしろ1回は使ったことあるよって方多いんじゃないでしょうかっていう、このアイテム、ムクムクのクッキーでございます。このアイテムはなんと期間限定ですが、お店から購入することもできます。そして購入できる時期にはもう使うことはないんじゃないでしょうか。正直言って、カエル屋さんのドリンクの方が全然使えます。本来でしたらムクムクからヨッシーのクッキーを使ったことでこのアイテムをゲットすることができるのですが、正直言って労力に見合っておりません。ただただ可愛いだけのアイテムとなっております。というわけで、味方全員に69回復って微妙ですよね。極めていかがだったでしょうか。もしも他に使えないアイテム等ございましたら、お気軽にコメントくださるとめちゃくちゃ喜びますので、ぜひぜひお気軽にコメントください。というわけで、最後までご視聴の方ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。